では、最後田村さんお願いいたします。今日はですね、ちょうど今昨日今日明日と東京駅の地下構内で山手線全30駅模型店というのをやってまして、で今やっぱりこれが一番僕が考えていることなので、これについてのお話をさせていただきたいなと、思います。これ東京駅構内でちょうどポスターが、貼られてるんですけれども、それで今日のメニューは、こんな感じでいこうかなと思ってるんですけれども、ポイントは、2019年、もう2年半前ですかねに、まだ山手線が29駅だった時に、山手線全29駅の、駅模型店っていうのを作ったんですけれども、それと、今回の、展覧会のこれポスターの違いなんですけれども、これ、自分ではそんな意識してなかったんですけれども、すごいこう明らかな違いがあって、これ山手線の形って丸い緑の山手線なのに実は丸くなくて、実はこうお米の形をしてるんですね。でこれお米をちょっと斜めにするとハート型になるんですね。これがすごく好きで、このハート型の山手線をこう表現して、模型を展示しました。で今回ですね、これ円環にしたんですよね。山手線をこう円にして、わざわざ円にして、実は2019年の時は絶対円じゃない山手線を表現しようと思ってたんですけども、今回は円で表現しようというふうにちょっと心が変わりまして、その心変わりをですね、皆さんちょっと共有していただければなという、プレゼンになります。で最初は自己紹介から入りますけれども、自分はすいません、駅って分野はなんか土木 の, エリアなんですよね。なので、こういう場所でもお誘いいただくんですけれども、自分は建築のものです。で今昭和女子大学というところにいますけど、その前は建築士としてずっと設計しまして、30歳ぐらいの時はこれ命を懸けてこの設計をして、現場管理もして、そんなことをしておりました。 でその後、大学に来てから、こういうことを始めて、これは渋谷駅の模型ですけれども、渋谷駅に取り憑かれてしまいまして、渋谷駅をなんとかこう解明しようとしまして、模型にするっていうことをやってきました。これ見るとこんなふうに、これ100分の1の模型なんですけども、こんな驚かれる方がたくさんいるんですけれども、すごい表情ですねこの方。そうなんです、ベストショットでこれずっと使ってるんですけど、いつもで、こんな驚いてくれるんだったらっていうので、続けてましたら、東京駅100周年記念の時に、2014年の時に100周年記念展覧会やるので、東京駅作りませんかっていうので一部屋いただきまして、東京駅の、模型を作りました。で東京駅っていうと赤レンガなんですけども、わざと白くして脱色させて、実は東京駅の下と裏にはものすごい世界が展開してるよっていうので、その世界を見ていただこうかなというので、こんなことをやってます。で今回東京駅の展覧会で鶴ってことやってるんですけど、実はこの東京駅展の時に、この東京駅のこれ200分の1の模型なんですけども、天井から吊って下から見ると、こう地下をずっとこう歩いてるような感覚になるんで、面白いっていうので、これでこの時に展示しました。でそうこうしてるうちに、今度は新宿駅さんから、お話しいただきまして、新宿駅作ったらっていうので、これ新宿駅地下で6つの駅とこうつながってるんですけども、それ全部表現しようやと思って、これが12メートル×10メートルぐらいあるんですけども、これこう作って、でこれ新宿駅の中心部ですけれども、ものすごいことが起きてて、で3つ、渋谷東京新宿ってきたら、30駅作ってみようか、29駅ですか当時で、29駅を作ったという感じです。ここまで来たら全部作るっていうのがちょっと飛びすぎてる気がするんですけど。あ、そうですか。いや次どれにしようかなって考えてたら、全部行っちゃおうかなみたいな、そういう感覚です。素晴らしい。ただこれ100分の1はできないんで、いつか100分の1で体育館かなんか借りてやりたいなと思ってるんですけども、大きすぎるんで、これ500分の1の模型を作ってます。で駅って結構単純で、プラットフォームがあって、改札があって、あとは跨線橋ってプラットフォーム同士あるいは改札をつなぐっていう、それだけのエレメントの組み合わせなんですよね。でも29駅作ってみて、分かったのは29駅全部違うってことですね、駅が。でそこには地形の作用もあるし、もともとの文化とか歴史とかそういうものがこう作用してって駅の形が出来上がる、そこら辺がすごく興味深く思ってます。で結局断面的にはですね、この4つぐらいしかないんですよ、場所的に。要するに大地か谷地か、それか崖地か低地っていう。でそこでいろいろこうさっきのすごい
少ないエレメントのものを組み合わせて、まあ、駅ができていくという感じです。で 駅がすごい興味あるのは、まあ、この2つよく写真出すんですけども、これ人間の人の群れの動きです。あ、群れの動きだと思ってください。これ魚の群れの動きですけども、でそれに合わせて、要するにこれ、こっちはアリの巣ですね。オーストラリアのこうアリの巣のみたいにこう顔を作っていって、いつもかこう形ができるっていうのが、まあ、駅の形だなと思ってて、でこれはですね、僕がずっと建築を学んでて、あ、当時はですよ、やっぱりこう大建築家がいて、おれやっつってデザインして、まあ、建物ができるっていう感覚と全然違ってて、だこういうところにすごく、まあ、興奮して、まあ、興味を持ったわけですね。でやっぱりこの人の流れはずっとこう一定してないんですね。歴史の中でどん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 こう、まあ、高度成長からずっとこう増えてきてまして、でこう駅が拡張していくっていう、その時間軸も追ってまして、これは1000分の1の模型で、こう敷地の形があって、そこに駅がこうだんだんできていって、こう増殖して、どんどん大きくなっていくっていうプロセスを追いました。これも25プロセスぐらいですけれども、こう最初何もない状態からだん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 こう駅ができてきて、でそれには例えば渋谷駅だと大山街道であるとか渋谷川であるとか、そういうものがこうエレメントがあって、そこの間をこう縫ってプラットフォームこう入っていくんですけれども、その過程をずっと追ってきました。でこれ渋谷駅のこう過程ですけども、これ最初の渋谷駅で、それがまあこんなモンスターみたいになるんですけれども、それをまあどうしてこうなってきたのかなって、その、まあ歴史を追って形にしてきたと、まあ、そんなことをやってます。でそんなこんなで、さっきの山手線全駅模型店ですけれども、これがまあ29だった時のまあポスターでありまして、でこれまあ国土地理院の地形図と重ね合わせると、まあこんなになってて、まあ、全部その29駅、まあ、30駅でもいいんですけれども、それがこれ高輪ゲートウェイも入っちゃってますけれども、それがまあどうしてこうなったのかっていうのが、まあ、単純にこう見えてくるわけですね。でそこら辺をこう解明していったわけです。で2019年の展覧会はこんなふうに展示しました。で、あ、これ平面図持ってこなかったんですけども、これ忠実にお米型の形のところにこう配置して、駅は全部こう向きを一緒にさせて、丸じゃねえよとか思いながら一生懸命こう忠実にですね、こう模型を配置しました。これ実はこの時はですね、これ高さも合ってまして、まあ、ある基準があったらちゃんとこう駅ごとにこうレベル差があるんですけども、その高さも全部調整してます。だから横から見るとこう微妙にこう地形が見えるんですね。新宿駅とかちょっと上に上がったりして、東京駅はこう下にあったりして、まあ、そんなところも忠実に再現したりしました。これね、僕見に行ったんですけど、 ありがとうございます。その駅ごとのレベルを合わせてたのって知りませんでした。あ、そうなんですよ、はい、僕も気がつきませんで、ね、先に行ってくださいよ、それそれね、気づいた人がいるんですよ。なるほど。小池都知事です。あ、はい、これレベル差な何なのっておっしゃって、なるほど、なんかすごいなと思ったんですけど、はい、小池さんの疑問に思われたわけですね。そうですね、はい、そうですね。で、これが2019年なんですけども、でこれが2020年で今やってるやつです。で2020年はですね、こんな風に今展示してまして、あ、小野さんにも昨日もいらっしゃっていただいたんですけれども、で小野さんすぐ分かっていただいたんですけども、これ山手線のホームをこうずっと置くとこう丸くなるようになってるんですね。こう位置すごい調整してそうなってます。あ、いくつかの駅はちょっとこううまくできなくて合ってなかったりするんですけども、基本のコンセプトはそうです。で釣ってます、置かないで釣りました。でこのまあ浮遊してる感じと、それからまあ下から見上げてこう楽しめたり、それからまあ上に乗っかってこんな風に楽しめたりするっていう、上からまあ見下ろすって、まあ、そういう両方をできるためにこういう台も作りまして、まあ、僕らこれプラットフォームって呼んでるんですけど、山手線プラットフォームって呼んでるんですけども、まあ、こういうものを作りまして、でまあ入ってすぐにですね、パッてこうコンセプトが分かるように、実はこの駅をですねこう追っていくと、これが円環になってるって分かんないんですね。でも視覚的にこの下のこの山手線プラットフォームがあると、まあ分かるわけですね。でそういう視覚的効果も狙ってこの台を作ってます。で、まあ、こんな見上げたりで、こんなふうにこう、浮遊してるんですね。こうふわーってこうでつながってるっていう感じです。でこれがまあ品川駅で、これ最も人気の高い新大久保駅ですか。はい、これは一番人気ですよね。そうです、これがもうなんかみんな何ですかね、渋谷とか新宿とかはもうみんななんかこう、あ、ごちゃごちゃしてるな、すげえなモンスターだなって思ってるんですけども、まあこれ見てみんな大体こう心打たれるっていうか、ほっとするみたいで駅とはこれだって感じですよね。そうですね、はい、もう
なんていうかですね、もう本当に源に戻ったみたいな、そんな感じですね。で、まあ、これ渋谷駅です。で、まあ、こんな風にありますので、まあ、もしよろしかったら明日までやってますんで、見ていただきたいんですけども、で、なんでこういう風に変わったのかと、要するに2019年は自分はこう円っていうのをこう何ですかね、回避してたっていうか、違うでしょ、リアリズムに反してるでしょみたいに、それはだから心理的に円であるけれども違うみたいになってたのに、今回まあどうして円になったのかっていうのは多分ここら辺に関係してまして、まあ、これ COVID-19 のこう、まあ、マップですね。それで、まあ、コロナの風景って、まあ、ここら辺から始まりまして、この時まだ本当に僕結構気づくの早かったんですけれども、こうスーパーから物がなくなってったんですよね。で、あの時スーパーから物なくなってるよって同僚に話しても、え、そうなのみたいな感じだったんですよ。それがどん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 減ってって、でやばい光景が続き出して、うん、で、まあ、こういうなんかわけのわからない薬屋にずっと人が並ぶみたいな、マスクを買いに行く、ね、そうです、マスクとかですね。でスーパーからもうこれ普通になっちゃいましたけども、なんかビニール袋貼られてて、これなんじゃみたいなのが、こういう感じでした。これ本当に2年前ぐらいですよね、こういうのが始まったのが。そうですね、はい、の春からでしたね。そうですね、はい。それで一方で、まあ、こう渋谷とかイケイケバンバンどんどんで、まあ、こういう超高層ビル化が、まあ、新自由主義のもとに、まあ、どんどんこう立ってるわけですけども、うん、これどうなるんだろうなっていう、どんどん不安になりまして、うん、で渋谷駅行くとですね、まあ、こういう風景が、この右側の風景ですね、これ 2,3 年前の風景ですけれども、まあ、今ちょっと戻りつつあるかもしれないですけども、こういう風景が展開していきます。もう本当驚きました。もう本当誰も来てなくて、まあ、僕はあの渋谷駅、まあ、渋谷駅ラバーズなんで、ちょっと記録しなきゃなと思って遊びに行ったら、もうなんかこう恐怖というかですね、本当怖くて、行きの電車とかもですね、まあ、こんな感じに本当人がいないんですよ。さらにもうハチ公の前をこう、ほうき吐く人だけが一人こういて、もう信じられない光景で、で今度公園行くとですね、こう 人々がたくさんいるんですよ。これすいません、ニューヨークのセントラルパークの写真ですけれどもだいぶイメージ変えましたあ、これね、後で関係するんですけども、でも、まあ、こういう光景が、まあ、展開してって、もうなんか公園が密になってて、3密回避とか言ってて、まあ、そういう感じで、ね、で渋谷駅、まあ、もう続きます。まあ、こういう感じです。いや本当怖かったですね。なんかこう恐怖映画見てるようで、なんじゃこりゃって感じで、なるほど。で、まあ、こういう感じで、さらに、まあ、スクランブル交差点もこういう感じで、これなんかネットに僕上げといたら結構使う人がいて嬉しいんですけれども、コロナの風景って言って、なるほど、うん、それでですね、やっぱりこうなんかこう渋谷駅をこう憂い出したっていうか、心配になったんですよね。渋谷駅どうなるんだろう将来って。でも駅も将来どうなるんだろうと。で、まあ、最近衝撃的だったのはやっぱりこう東京都の人口が減ったっていう、26年ぶりに減ったっていうニュースがあって、それから東京の乗降者数も減ったと。もうこれちょっと駅にとってはやばいというか、要するに今までこうどん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 増殖して広がっていくっていう駅の像は多分これから変わっていくんじゃないか。じゃあ駅どうなるんだろうなっていうのを、まあ、すごい考え始めました。それでちょっと2つその駅の未来についてちょっと考えたものを持ってきました。で、最初はですね、これ渋谷ターニングクロッシングポイントです。で2020年にですね、アメリカ建築協会かなと、あとペチャクチャナイトっていう、ご存知ですかね、ペチャクチャっていうこうイベントがあるんですけども、そこが一緒にコラボしたあのイベントがありまして、20枚のスライドで、表現20秒なんですね。20秒で20枚のスライドで、あなたが思っていることを表現しなさいっていうの でコンペがありまして、要するにコロナ後の世界を、まあ、表現してくださいっていうのがありました。でここに書いてあるように、まあ渋谷、まあ、私ずっと渋谷をやってたんで、渋谷駅をやってたんで、まあ、渋谷駅の未来を考えてみようっていうので、渋谷が、まあ、実は2020年がターニングポイントなんじゃないかっていうことで、こんな絵を作りまして、これコロナウイルスの形と書かれたんですけども、地球にこう超高層ビルがどん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 立っていって、まあ、これずっとこう20世紀の風景ですよね、うん、これよく見てたらトイレットペーパーがずっと積み上がったり、バベルの塔があったり、これキングコングが立ったりするんですけども、まあ、ちょっと要するにこうなんですかね、こうどん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 拡張していく都市みたいのに、うん、やっぱりちょっとブレーキを、まあ、コロナがかけてくれるんじゃないかっていうのを、まあ、考えてこんな絵を作ったんですけども、で、まあ、こう渋谷があって、もともとですね、渋谷駅って、まあ、1884年に作られたんですけども、100年前に来たんですね、あそこの場所に。
だから100年前はなかったんですよね、渋谷駅は。まあ、まあ、言ってみると、だからこれ江戸時代の風景なんですけども、うん、これがこう大山街道と宮益坂なんですけども、まあ、ここには駅が何もないんですよ、100年前の。でここにこう渋谷川がこう流れてるって、うん、まあ、こういう風景なんですね。でまあ、もともとそこにはまあ江戸時代からずっとこう農耕文化があったんですけども、まあ、そこにいきなりこう駅ができると、で鉄道が走ると、で、まあ、あの渋谷川にまあ橋が渡ってるんですけども、あ、これちょっとコラージュで表現したんですけども、で1920年にやっとこう渋谷駅っていうのが今の駅にこう来るんですよね、うん、でそこからまあどん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 こう成長していって、まあ、戦争もあって焼け野原になったんだけれども、また復興してもうまあどんどん成長していって、まあ、地下化も進んでいって、まあ、これ副都心線ですか、これ安藤さんの何でしたっけ、地中線だったっけなですね、うん、でこれ本当コロナ前の風景ってこんな感じでしたよね。外国人の観光客で溢れてて、もう本当にあの私3分45秒の楽園って呼んでるんですけども、このスクランブル交差点がその3分45秒、まあ、とんでもないなんかこうなんていうんですかね、こう舞台になってて、うん、こう外国人がもうこう海外からやってきて、そこでもうなんかこうこう表現パフォーマンスすると、うん、で渋谷駅はもうこういう感じで、まあ、ものすごいぎゅうぎゅうの人がいて、でこれがずっとどんどん進んでいくと、まあ、ものすごいこうスクランブル交差点の人になっていくだろうと。ところがそこにコロナっていうのがやってきちゃって、うん、でまあシーンとしてしまうと。でこれは何かっていうと、まあ、単純に言うとこうリアルスペースからこうインターネットスペースに変わっていくと、要するにこう例えば家とオフィスを中継してたものがこうリアルスペース、まあ、電車であったり駅だったりするんですけども、まあ、それがコンピューターに変わって、うん、でまあ、ここの意味がまあなくなってしまうと、まあ、そういうことだったと思うんですよね。でそれがどん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 こう試されて実験の場としてこう進んでいくと、まあ、多分コロナ後の世界はまあこういうふうになってきて、まあ、これもう進んでますけど、ドローンで荷物が運んだり、まあ、人間も運んじゃったり、あとはまあ自転車だったり、まあ、緑化緑化がどんどん進んでこうまあトラムですね、うん、トラム化していくと、まあ、こういうまあ世界が広がっていくだろうと。で、じゃあその時渋谷駅はどうなっちゃったんだろうとってことを考えたんですけども、もう渋谷駅はもう死んじゃったというストーリーを作ったんです。もうなくなっちゃうと、要するにこのラビリンスはもうなくなっちゃうと、うん、じゃあ100年後どうなってるかっていうので、まあ、ちょっと絵を描いてるんですけど、まあ、こんな感じになって、この下地はもう100年前の姿に戻って、戻ったでもここに、まあ、あの要するに超高層ビル技術とか、うん、まあ、あの鉄道の技術とかは、まあ、あるわけですから、まあ、こういうトラムだけがこう走ってて、なるほど、で、まあ、こうこれも3密回避してるんですね。これ例えばこう世田谷区タワーとかですね、なるほど、杉並区タワーみたいになってて、でこうソーシャルディスタンスをこう保ちつつ、まあ、こうやって100年はあるんじゃないかみたいなことを書いてます。でもここで言いたいのは、要するに駅があの100年後に、まあ、なくなるって可能性は全然あるんじゃないかなと、うん、そういう風景をちょっと想像しました。でもう一つです。これが、駅の今後02で山手線シティで2017年です。で、まあ、建築でもあの都市計画でもそうなんですけれども、あの都市がどんどんこれから縮小していって、まあ、なくなるよって話をずっとされてて、まああのまあ、コロナで来たんで、まあ、どういうなくなり方があるかなとか考えてみました。でこれ東京なんですけれども、これ渋谷です。これ赤いのがこれ将来ってことですね。これ超高層ビル化してどん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 建っていくってことです。これ分かりますかね。でこれ東京ステーション、東京駅はもう何もないんですね。これカバーンってこうなんですかね、鉄道のホームの上はこう穴が開いてるんですね。で新宿も実はこう四角いんだけども、ここも穴が開いてる。で品川ステーションも これからどんどん超高層ビル化してきますけれども、まあ、穴が開いてると。でこれニューヨークのセントラルステーションの駅見ると、ここに駅舎があって、実はプラットホーム見えないんですよ。すごい埋もれてるんですね。そう、全部下にあるんですよ、うん、実はこのパン昔のパンナムのビルのこの下にダーってこう並んでるんですけど、40本かな並んでるんですけど、プラットホームがそれ全然見えないと、それ東京でやっちゃダメなのと思ってちょっと考えたのがこれで、これ山手線です、うんうんうん、で、あれまた出てきちゃった、ごめんなさい。でこれね、山手線の、山手線が占めてるあの面積を拾ったんですね。そうすると 1.9 平方キロメートルですか。でこの中 あの山手線に囲われた土地の面積が 61.9 平方キロメートルぐらいなんですよ。でこの中に今建ってる建物のこう回数があるんですけども、それを全部拾ってあげると 116.4 平方キロメートルなんですよ、伸び床面積ですね。で単純にこれ算数でこう割ってみると、これ61階分の建物がここの山手線の周りに建てることになるんですね。
でこれずっとこうこれズームインしてみると、これ大体245メートルの超高層ビルを建てればずっと並ぶんですよ。でそんなことを見つけちゃったら、こういうこともあり得るかなと思って。なるほど。だここにまあ245メートルっていうと、不可能ではないですよね、超高層ビル、うん、だこういうのもあるかなと。要するに山手線をもうハイパー都市化しちゃって、うん、あとは残りは全部緑にしちゃうと、まあ、そんなのもあるかなと思うと、まあ、こういう駅の模型使うと、まあ、こういう駅がですねこう絡まり合いながらこうずっとこう連続しながら、まあ、上は超高層ビル化してって、うん、こういうものも考えられるかなということを考えてみたという、その2通りでございます。で、まあ、まとめとしてはですね、要するにこれ2019年の時点ではこうリアリズムを追求したんですけども、要するにコロナになってからなんかこう山手線の未来とか、要するに山手線は円になったっていう事実だけじゃなくて、なんかもうもっと積極的に円であるからこそこういう駅の将来像を考えていかなきゃなっていう意識の違いが、まあ今回の展覧会にまあ示しているつもりでございます。以上でございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ですね、そしたらですね、というか今の話がちょっとかなりいろんな方向にぶっ飛んでしまってこう前のプレゼンのことを忘れちゃったんですけどいや、まあ忘れたとはいえちょっと記憶を引き戻していただきつつ、これからはクロストークということで、そうですね、20分程度ですかね、皆さん5人の、登壇者で、話をしていきたいと思います。